グリップの練習機でグリップを作っているのですがあまりしっくりきませんというご質問をいただきましたで、えー、グリップのこの練習機によっても主に左手の親指の位置が違うということに注意しましょうでどちらかというとこのようにクラブヘッドをまっすぐ向けた状態で左手の親指の位置がこのように 自分から見て右側にずれれるるももののととと比較的ままっすすぐなものと分かれると思います多少このフックグリップといって左手が右側にずれる状態というのはあっても構わないのですがあまりそれを激しくやりすぎるとどんどんゴルフクラブというのは平面に持ちたいので平面に持ってこの握った場所が平らになってそこに右手が入ってくるような状態で構えていることが 大切になるのですがどうしてもこのフックグリップといって少し親指の位置を右にする置き方をして癖になってしまうとこのように手がねじれてしまってこの辺に山がで,きてしまいます,ですのでそうなると山ができてしまうと右手がこう入る場所がなくなってしまいますので少し下を持っているような形のグリップができやすくなってそうなることによってこの腕の位置というのが拳1個分下に下がってしまいますので。 全体的な映像を見てみるとこのようにがが下っってていいるようなな形になってしまいますですので比較的大切なのはこの左手がこのような練習器具だと左手の親指がまっすぐ置くようなグリップの作り方になりますので手の位置というのはあまり左にこのようによじれたような形にならずにそのまま右手が。 重なななっているような形になりますので比較的手の長さも揃ったような状態になりますのでアドレスをした時の角度が崩れにくくなりますのでこういうイメージを持ってたとえ練習器具が少し斜めにねじっていてもあまり大げさにねじって握らないっていうのを注意してグリップの練習機などは使っていただくと少し効果が出やすいのではないかと思いますので注意して練習していただければと思います。